日向の日陰。さあ、ということで、ピロンちゃん。今日はね、めちゃくちゃ面白かった。いやー、さすがもう。誰が来てくれるのかな、今日は一回。いや、もう今日はね、あの気になるね。はい。お待たせいたしました。はい。新潟のアイドル、ガーガーガールズの皆さん来てくれました。ありがとうございました。見て、華やか。いや、華やかですけど。キラキラ、キラキラ、ね、素敵。生放送中に面白いことがありましたけど、ね、さすがでございますね。悪い日でも持ってますよね。ゆみちゃん、なんか一人だけあのキラキラなんかなしてないんですけど、これどうしたんですか？これですか？はい、素敵なタオル、うん、じゃーん。これはこれから寒い季節にぴったりのマフラーにもなり、タオルにもなります。なるほど、はい、ここに書いてある、そしてキャンディちゃん持ってるこの CD、はい、これは何ですか？これは私たちのデビュー曲、オールトゲザー限界超えよ。はい、ホティプロとしてデビューいたしました。すごい、超えるんですよ、限界を。スンクさんプロデュースでメジャーデビューということで、すごいです。おめでとうございます。ありがとうございます。この内容たくさんの、さらにピッツァ特集、はい、皆さん放送をお楽しみに。バイバイ。さて、次回のチョリナビは今年で3回目を迎えるオジアの恒例イベント、オジアメンフェスの大特集。オジアの名店が提供するこの時期でしか食べられないスペシャルメニューをがっつり紹介します。見てね。